文文字は、オーストロアジア語族の文語の表記に使われる文字。現在文語の表記に使われる文字は、基本的に、ビルマ文字と同じである。古文文字35文字。ワットムアンのタイ文語とタイ語。タイ文語とタイ語。現存する、最も古い文文字の碑文は6世紀のもので、タイ中部のナコンパトムで発見された。タイ北部にあった、 ハリプンチャ王国の最古の碑文はパーリ語とモンゴで記されており、その文字はミャゼリ碑文のものに酷似している。他の多くの東南アジアの文字と同様、文文字は南インドのパッラバ・グランタ文字から発達したと考えられているが、異論もある。11世紀に成立したビルマ人のパガン王朝は文文文化の影響が強く、ビルマ文字は文文字の釈用だった。 パガンのアノウヤター王が、門人の孔子であるタトンを征服し、パーリブッテ殿と五百人の僧侶をパガンにもたらしたと伝えられている。パガン王朝初期の碑文はすべてモンで記されており、十二世紀、初めのミャゼディ碑文がビルマ語を記した最初の碑文になる。この碑文は四つの言語で書かれているが、ピューゴを除く、パーリ語、モン語、ビルマ語の三つは、基本的に同じ文字で記されている。 この頃のモンビルマ文字は角張っていたが、時代が下がるにつれて、現在のように丸い文字に変化していった。いくつかの文字や母音記号はビルマ文字と字型が大きく異なっている。また、ビルマ語にない両唇いる、歯音の文字がある。ビルマ語と異なって、モンゴは成長を持たないため、成長表記を必要としない。現代モンゴでは、古い優勢シーンが無性化し、 それに伴って、低い息漏れ声の発声を持つようになったが、聖書法は無声化する前の発音を反映しているため、実際には、優声子音が書かれている場合は、息漏れ声で発音される。有声シーンは、母音の音化にも影響し、母音記号がついていない場合は、無声子音の場合、あ、が、優声子音の場合、が後続する。文文字は後等に、豊富なシーン結合を持つが、 必ずしもそれが、すべてが、現実に、シーン結合として発音されるわけではない。ユニコードでは、ビルマ文字と統合されているが、いくつかの文語用の文字や記号が定義されている。ビルマ文字ではにあたる。ビルマ文字ではにあたる。ビルマ文字ではにあたる。ありがとうございます。